ドイツスーパーカップ2022レッドブルアレーナからライプツィヒバイエルンの一戦です。ゲームの解説は川勝良一さんです。では試合をダイジェストで振り返りましょう。まずですね、14分右のコーナーキック、キミッヒが入れて流れたボール、ウパメカのマネで、これをムシアラがここから流し込みます。まあ、本当にムシアラの良さというか、この辺の密集で余計なことを考えないでシュート打ちためのっていうプレーにこうつなげている、あとはフィニッシュの転がしているアイデアがやっぱり見事ですよね。はい、これでバイエルン先制です。さないと当たるんですね。やっぱりちょっと力んで強いの蹴ろうとするとボール上がっちゃうんで、はい、やっぱ体の方に行きますもんね。31分敵陣でのフリーキックを小さく動かして、ここからデイビス・ミュラー、ムシアラのスルーパス、ニャブリがお膳立てしてマネの加入、最初のゴールが生まれました。ちょっと流れの中で前につられたっていうところでホッセンベルグだけがここに残っちゃったんですよね。はい、ニャブリも落ち着いてるし、それ以上にマネが慣れてるなと、はい、こういうシーン。これはゲーム中おっしゃったように、あの簡単に決めてるけども、そんな簡単でもない。簡単でもないしね、はい、あのリキムとバックスイング取るんで、はい、やっぱり吹かしたりとかキーパーに当てたり、キーパーの動きでコースがより窮屈になりますからね。前半の終了間際です。45分ショートコーナーにしましたバイエルン。ムシアラがミュラーとワンツーで深いところに入って、ちょっと前変えます。でパバール本当によく見てますね、はい、抜いてはいないんだけど通したもん勝ちなんで、要はここだとまだ相手かわすということじゃなくて、パスコース作ったりギリギリこう見つけることができればこういうフィニッシュをつながりますよね。はい、これ最後の最後でちょっと相手が読んで、カンプが読んで門を開けたんですよね、余計。はい、まあ、それもやっぱり通る一つ原因というかきっかけになってますよね。前半はバイエルン相手のゴール期待値を 0.1 に抑え、なおかつ3得点、まあ、全内容も含めて圧倒しましたが、後半56分コーナーからこのアンドレ・シルバのクロスバー直撃のヘッダー。アンドレ・シバとかダニオルも入ってからだいぶこう流れが特に攻撃では変わりましたよね。はい、52分にその2人を入れてます。でこれが56分のチャンスで、59分、まあ、エンクンクが外側のハルステンベルクに合わせて得点が生まれます。でもこれ本当に滞空時間伸びきってるけども最後でちゃんと綺麗に当ててるし、はい、もしノイアーもこれ見送ってるということはちょっと上がってるボールとコースで見切ったんですかね。そうですね、まあ、一番いいところ飛んでますもんね。はい、バイエルン66分、今の失点の7分後、マネがここ下がってザビッツァに入れて、コマンが運びながらミラーを見て、でトーマス・ミラーが打ち、最後ニャブリが仕留めました。やっぱこう一瞬でこうカウンターポイントを作ってから反応する選手、そのスピードはバイエルンって見事ですね。はい、あとはちょっとゲーム中行ったライプスのやっぱセンターこの辺やっぱ掘るかどうかという判断ちょっとでも躊躇すると、はい、やっぱこういうふうにやられますよね。これで 1-4 になってまた3点差。ただですね、ライプツィヒはその石型に変えた効果がこの後も実は続きます。むしろチャンスがこの後増えてって76分、持ち出したシマカンが入れて、アンドレ・シルバ、クロスターマンで、ゴロで入れてダニ・オルモ、
でこれが PK のジャッジになります。まあ、前半なかったやっぱり全体に運びながら外も使いながらっていうシーンで中もこれだけ人入ってるんで、まあ、これがもし PK にならなくてももし誰かに当てれば当然チャンスも大きいし、はい、これがエンクンク、ここです。まあ、そこ蹴られたら、はい、キーパーちょっと難しいですね。ここはこれで2対4でゴールに迫るシーンをまだ継続して作ったライプツヒは自陣からライマーが粘ってアンドレ・シルバが抜けてデリフトが逆を取ってソボスライ、ダニオルモでデリフトを剥がして右足ニア抜き1点差。ちょっとやっぱり下野さんも言われた通りちょっとデリフトの表情が曇ってるのは、はい、最初のアンドレ・シルバの対応も遅れてるのにちょっと食いつきすぎてるんですよ ね、 そうですね、はいはい、だからこの辺はもうアンドレ・シルバ分かってるんで派手なフェイクじゃないけど切り返すだけでも外してると、はい、でここもやっぱりちょっと相手の動きに遅れてるんですよね、はいはい、だから猛烈なブックネスではないけども少し体のコンディションというか、はい、まだ上がってないように見えますね。98分ロングフリーキックデイビスがクリア、これが残ってたザネに入って背走するグラーチが粘ってノボアも粘ったがとどめを刺しました。まあ、点取りに行ってるんでこの失点覚悟だとは思うんですけども、はい、ただ最後ザネも2人キーパー含めて外す、この辺はやっぱり余裕を持ってますよね、はい、デイビス的にはあれはパスなんですか、それともクリアですか。クリアだと思いますけどね。そうですか、はい、うん、で最後主将ノイアーと共にカップを掲げてバイエルンミュンヘンが2022-23 シーズンの幕開けをつけたこのスーパーカップを制したということになりました。まあ単純に加賀さん、はい、打ち合って8点入ると見る側にとっては楽しいゲームになりますね。まああと90分はやっぱり長いと思うんですよ、はい、45分45分の中で、はい、お互いリズムを作ることもあれば45分ずっと同じチームを引っ張ることもあるけど、はい、やっぱそういうゲームじゃなくライプチはやっぱりこうちゃんとこう盛り返してるというか押し返してるし、はい、まあ、その中でやっぱりこう課題の前半に対して、まあ、監督が正確に分析するし、はい、投げるしまんまと後半に対してどういう課題があっていうそういう材料がちゃんとこう集まったっていう意味でもちょっと今日お互いの監督にとってはゲームは大きいと思いますけどね、はい、でそういう、まあ、いろんななんでしょうね、監督的には実験的な、はい、要素もある一方でですね、改めて見ててその、まあ、指揮官の喜び方とかですね、あと、まあ、相手にシステム変えられる前のその攻守の集中力を見ると、はい、まあ、バイエルンほら昨シーズンリーグタイトルしか取れないという言われ方をしたじゃないですか、はい、でまあ、これスーパーカップですけどこれ取るぞっていうなんか、まあ、僕は見ててすごいそういう気持ちを感じたんですけども、うん、その辺どうでしょう。やっぱりバイエルンの今季は余計注目されてるし、はい、あとやっぱりこうタイトル全部取りたいっていう、まあ、それもあるし、はい、で最初がやっぱり大事だっていうのはやっぱり相手にも自分たちを見せる、自分たちがこうタイトル取りたいっていうのも大事だけども、はい、相手に方が他の全部のチームがレバンドフスキいないバイエルンに対してどういう印象を持つかとか、はい、
幕が開きます。日曜日ライプツィヒはシュツットガルトとこちらもアウェーゲームで開幕戦に臨みます。どちらも日本人がいるクラブと対戦することになりますが、どんなゲームになるかぜひ注目してください。